ちは、佐藤拓也です。ちょっとやってみて36回です。3年目です。丸3年ですよ皆さん。ありがとうございます。ありがとうございます。元気ですか？元気があれば何でもできる。アントニオさん、なんで早すぎるよ。大好き。前回は久々の一人会、ファルゾーのちょった具合が分かりましたね。本日は少し早いスタートということで、今日はですね、姉妹店からパイセンが来てくれてます。ありがとうございます。一体どんなことをするんでしょうか、お楽しみに。アマトの皆さん、たくさんのお便りどうもありがとうございます。ツイッターでも皆さんからの感想などお待ちしておりますよ。ハッシュタグちょったくをつけて感想などじゃんじゃんつぶやいてください。よろしくお願いします。後ほどエゴさせていきます。こちらの店舗が前半40分は誰でも来店可能。その後約5分の休憩を挟んで後半40分は店舗会員の方限定でお届けいたします。後半パートではダミーヘッドマイクのシュガーチョンをたくさん使用します。皆さんから甘いセリフを募集しておりまして、それらをどんどん読んでいきたいと思います。シュガーおちゃんを使って朗読もします。はい、後半は店舗会員限定放送となりますので、ね、運営コメントや詳細ページから入会をお願いいたします。さあ、それでは佐藤拓也のチャットやってみて、スタート。それではゲストに登場してもらいましょう。林さんです。大変ぶっ刺さってる。まさかのかぶりだよ。なんで二人ともウォーリーなんだよ。あ、これウォーリーか。そうだ、トンボじゃねえんだ。トンボじゃねえよ。もしくは桃や。あ、ご飯ですよ、飛んでますよっつって。よろしくお願いいたします。声優の林優です。よろしくお願いします。今日は林さんと一緒に、がっつりやっていこうと思います。やっていきましょう。よろしくお願いいたします。そして今日は、今日もまた、美味しい缶詰ご用意いただいておりまして、こちらでございます。おラップをペランとして、先輩どうぞご賞味ください。はい、ペラ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 ポン。おい、見えとるかい。レーカーのスイラーです。レーカーのスイラー。レーカーのスイラーです。業界っぽい感じで言ったけれども、完熟トマトカレーでーす。やったぜ。赤いよー。なに、ちょったくの番組は最近カレーの缶詰を食べる。最近カレーついてまして。おえー、はい、どうぞ、あのスプーンこちらにございますんで。イエスイエス。いや、俺トマトのね、味のカレー好きなんだわ。トマトカレー美味しいですよね。うまいんだわな、絶対カルト飛ばさないでね。それフリやめたよ。フリ温かい。ご飯もついてます。いいね、いきなり。どうぞ、お召し上がりください。いい番組だな、おい。林さんはカレーは、あ、そういくタイプだ。いくタイプ。ライスとごちゃごちゃにしない人だ。しないタイプ、俺。ああ。で、タクちゃんは？僕、ある程度混ぜていく。ああ、そうなんだ。俺の好みの味っすな。あ、本当ですか。ちゃんとトマトの酸味が効いてて、わ、めちゃくちゃうまいな、これ。さすが。マジでこの缶詰買いたいぐらい欲しい。さすが世界に冠たる稲葉さんですよ。さすがだわ。缶詰といえば稲葉さん。あ、うまい。うまいよね、これ。トマトいい。酸味が爽やかで、めちゃくちゃこだわりを感じる味ですよ。なんかうまっ。うまいね、こりゃ。いきなり序盤からカレー食ってるな、これ。そうなんだ。すげえな。欲しいな、これ。ユーやっちゃいなよりも。欲しい。ユーやっちゃいなよのハイライトっていうか、導入は何なんですか？ハイライト？はい、あ、導入？はい。導入はもうね、ほんとね、ゲスト呼んで、いきなり普通オタ。わあ、なるほど。そう。で、普通オタでちょっと喋った後に、もうずっと歌う。ほぼほぼ歌う番組よ。そう。そう。というわけで、今日はですね、
林先輩と私めが、お歌をやらせていただくということでございまして、皆さんからもいろんなリクエストもいただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。何歌うか楽しみですね。楽しみだね、まあある程度決めてるけど、結構もう本当にその場その場みたいなひらめきでやるかもしれないしね。いやでも林さんの隣で歌うの緊張するんですよね。何言ってるんですか。もうだって2回目でしょ、この間もだって来てくれたし、いやそうですけど、そうよ、やっぱ本当に歌う上手い人の隣で歌うのすげえドキドキするんですよ。何言ってるんですか。なんかもう青ペラとかで歌ってんでしょ。だってさっき聞いたけど、一生懸命やらせていただいてますけれども、ね、はい、愛してるって歌ってんでしょ、はい、ゴスペラーズさんね。マタクちゃん、でーん、すげえな、全部食ってる。俺もじゃあ全部食うか。いい、いい、思いしないで、ゆっくり食う。じゃあゆっくり食う。あの、私メール読んでますんで、どうぞあのゆっくりしててくださいませ、はいはい、いいな、この家。今日はですね、はいはい、もうちょっとくとちゃんゆーの歌とも合わせてこちらで、やりたいと思います。はいはい、ちょっと歌営業なのでちょっとね時間がないので、なるほど、状態だけはまとめちゃいます。はい、わかりました。それじゃあメール紹介します。にゃん、こちら上野さんからいただきました。ありがとうございます。上野、佐藤さん、林優さん、こんばんは。こんばんは。お二人に質問です、お菓子といたずらどっちがいいですか。いたずらだよ。そんなの当たり前じゃん。いたずら決まってんだろ。そんなベースケな顔でいいですか。そんな頭に斧ぶっ刺したベースケな顔でね。何を。いや、タクちゃんの包丁も長すぎんだよ。かもうなんかもう牛刀じゃないですか。剣ですから、剣。さっきも話したけどさ、その包丁長すぎるから本当に。さっきこれであのお手洗い行こうとしたら、落ちた。何もいなかったのに。これが目に見えない人のいたずらかもしれない。怖い。目が寄ってる、目が寄ってる。まあ僕はお菓子がいいですけど。いたずらじゃないの？僕はあの落ち着いてお菓子食べたいんですよ。素直になれよ。あれ、やばいやばい、あれ、ひよっちゃったかな。あれ、いかないいかない、ひよっちゃったか、いかないいかない。俺のキャラの言葉やな。ちょっとひよっちゃったかもしれない。言われて俺がひよったわ。続きましてこちら、苦み走ってるの大好きでしょさんからいただきました。すげえ名前さ。タクニーゲストのちゃんゆう、ファルちゃん、おこんばんは。おこんばんは。皆様覚えてますか。2020年12月21日、林ゆうのゆうやっちゃないよ放送会で、好きな香りを教えてほしいの質問に、ちゃんゆうはトミーガール中3初彼女の香り。苦み走るな。そんなこと言ったんだ俺。タクニーは満員電車のシャンプーの香り、かっこ商品名。いや俺満員電車よりは、俺その時は満員電車って言ったかもしれないけど、ぶっちゃけた話、俺エレベーターなんだよね。エレベーター。エレベーター、あでも確かにエレベーターって独特な匂いがするかも。タクニーの好きなシャンプーの香り詳しく知りたいので、2年越し、キキシャンプー対決お願いします。あ、果たしてでもそこに俺の好みのシャンプーがあるかどうか、まあ、確かに難しい話だよね。確かにそうだよね。キキシャンプーってことになると相当いろんなものを使ってないと多分そのゲームにならんからな。そうなのよね。難しいところではあるね。難しい。いやでも懐かしいな俺。トミーガールって何ですか。いや一番初めて付き合ってた彼女がつけてた香水があった。よくそんな話したなと。本当 NG もクソもない人間だな俺。本当散々酔っ払った後に言ってましたでしょうね。多分言ったな。中学校3年生とか高1ぐらいだったんですよね。思春期真っ只中じゃないですか。そうなんていうか。ようそんな話したな。思い出したけどさ、なんていうか僕もこう、直に行くんじゃなくて、こうすれ違いの中にふってくると、ああわかるわかる今のみたいな。香水の魔力的なものあるよね、本当ね。ありますよね。続きましてもうね時間があるもんで、ねゆっくりゆったりやりましょう。やっていきましょうね。
海音さんからいただきましてありがとうございます。ありがとう。チャンユータクにこんばんです。こんばんです、こんばんです。今夜はコラボ生放送ありがとうございます。どうも。2年前の2月にちょったくで12月にやっちゃいなよで、お互いにゲスト出演されていましたね、はい。再びお二人のトークや歌を聴けて嬉しいです。楽しみにしています。よろしく。お二人に質問です、はい。私は男性ボーカルの曲が好きでよく聴いたり歌ったりするのですが、お二人は女性ボーカルの曲でよく歌う曲はありますか？今回のリクエストとは関係なく教えていただけると嬉しいです。今夜もいっぱい盛り上がってください。お酒片手に見ますということで、ありがとうございます。ありがとうございます。いかがですか、ね、先輩。俺はね、やっぱ結構歌わせてもらう機会が多いもんでね。あ、やっぱなんかね、男性の曲だけだとネタ尽きてくるわけですよ、うん。なるほどね。そう、だからね、今まで歌ってたその女性の曲とかだと、彩香さんの三日月とか。ああ、いい曲ですね。あとね、ドリカムの曲とかも歌ったことあるし、ラブラブラブとか。あ、いいですね。そう、だからまあ結構みんなが知ってそうな女性の曲は結構選んだりするよ。ああ、うん、やっぱり分かりやすさも大事ですよね。そうそうそう。タクションとかもう少し BGM 落としてるってうるさい？あ、聞こえる。うるさい。うん、僕らが声大きくしようか。大丈夫だよ。ヘイヘイヘイ、チェックワンツーチェックワンツーチェック。愛子さんも歌ったね。愛子さんも歌ったね。カブトムシ歌った歌った。ちょっと挑戦します。はい、まあ時間ありますからゆっくりやりましょう。え、タクちゃんは女の人の歌は歌えますよ。え、マジで歌えますよ。あの、桃江ちゃんとか。渋いね。桃江ちゃんとか。ちょっと待ってか、今練習したいのは、うん、したいの中島みゆきさんですけど。あ、渋いとこ行くね。エレカシの宮本さんが、うん、あのカバーしたんですよね。ほう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 。いろんなその昭和の曲を。ああ、なんかあったかも。そう、その中でやっぱり中島みゆきさんの曲、うん、よくて、うん、いいよね。最近ちょっと聴いてるんですけど、あとはね、うん、中島美嘉さんとか、おーおー、うん、歌えますよ。雪の花？雪の花とか、うん、スターズとか、はあ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 、歌えますよ。お、結構歌うんだね。あれ、その辺好きですかね。でもさ、今さ、逆に言うとさ、男性の曲でさ、ええ、高い曲が多いじゃない？配当が多いですよね。ヒゲダンとかさ、ミセスグリーンアップルとかさ、あ、確かに。ああいうのってだって逆に女性が歌ったら一番なんかちょっと楽なところで歌いたりするからさ、境目なくなってきてるよね、もうね。そうですね。キー的なところで言うとね、うん。これはやっぱりあれなんですか、流行りなんですかね。流行りだと思うよ。うん。うん、もう俺だから39歳になってもヒーヒー高い歌歌ってもヒーヒー出るじゃないですか。だってユーさんは、いやー辛いよ。そうですか。なんか本当にさ、俺年をた経つごとにさ、俺の音楽の相方が作ってくる曲さ、スクリーンモードとして歌ってるわけじゃない、もう年々高くなってくるわけですよ。ああ、もうド S だからさ。どん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 高くして、なんかもうなんかなんだろう、怠けさせないみたいな、仕向けていくんだけど、いい関係性ですよね。そうそう。でも意外とスポーツと一緒で、こんにゃろみたいな感じで出してると出るのよ。あ、そうだからやっぱね、その体を怠けさせると動かなくなるのと一緒で、声帯も怠けさせると出なくなるから。いい話だな。やっぱり歌い続けていくのが大事なんだなっていうのが分かる。わ、すげえ説得力ある。そうそうそう。かっこいい先輩、うん、こんな格好してるけどね。しゃしゃれてるけどね。ホラー映画で2番目ぐらいにすぐやるそうな。アメリカのガキみたいな格好してるの。ね、コテージの外で。そう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 。ジムーとか言ってジムーっつって。いや、言うことかっこいいのにな。そうそうそう。はい、ありがとうございます。はい、続きましては、ゆうさんからいただきましてありがとうございます。ゆう、こんばんは、うん、今夜は姉妹店のスペシャルな営業、すごく楽しみで嬉しいです。あ、いいよ。もうすぐハロウィンですねと。ハロウィングッズ眺めていると、うん、仮装のヘアアクセではウサギさんの耳が一番人気みたいです。チャンユーさん宅にファルちゃんはウサギさんの耳をつけた女性は好きですか、うん、それとも、うん、猫さんやお馬さん、ネズミさんが好きですか。うん、お馬さんって何。お馬。あ、要はあの流行りのやつか。 あれだ、娘だ、娘だ。なるほどね。はい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 、その流れで言ったら俺娘が一番好きよ、そりゃ。あ、馬、うん、やってるの、まだやってる、やってる、ちょいちょい、うん、ただあの走ってるあの
あの足の細い娘を見てるだけだけど、ストーリーとかあんま関係なく出走している娘を見ているって、応援してる、応援してる。そうそうそう。どんな、え、ハルゾーはどんなのがいいの？ハルゾー、そうっすね、猫とか可愛いなと思いますよ。猫ね、猫ね、猫耳ね。まあ、あ、でもあれだ、うちの伊沢さんにキツネ耳やっていただいてます。ああ。毎回つけてるの？うん、可愛いですよ。可愛らしいもんね、元々がね、伊沢さんはね。なるほど。うん、見に行っていいかな、じゃあ俺。どの目線でねえ、どの目線でそれは言ってるわけ、ねえ、あの、忘れてください、うん、生放送なんだよ、おっさんの小言です。生放送なのよ。でもやっぱあるじゃない、男性としてさ、なんだろう、その猫耳とかうさ耳とかあるわけだけど、やっぱいわゆる仮装っていうことになると、うん、どのコスプレが一番好きかっていうのはあるわけですよ、きっと。ああ、なるほどね、うん、女性にやってもらいたいコスプレだったらなんだろうっていう。あ、うん、なんだろうな。でもやっぱ俺シンプルに看護師の格好とかしてほしい。あ、ナースとか、ね、今もうあんまり見ることないじゃん。確かに。そう、看護師さんってもう今さ、普通にさ、あの、ちゃんとズボンでしょ、パンツスタイルじゃない、ね、だから今その看護師のナースの格好してもらったらなんかキュンとなっちゃう。ああ、そうですね、そうですね、佐藤はね、魔女なんですよ、魔女、魔女、うわー、ファンタジーのこと入った。だから耳も、うん、そういうなんか獣耳じゃなくて、うん、あのエルフ耳にしてほしい。あ、はいはい、古き良き、いっそのこともね、古きファンタジーの方に寄っちゃってね、もうそっちに振っちゃってほしい。あ、うん、ファルちゃんはね、この前ね、キョンシーやってもらったんです。キョンシー、あれ可愛かったよ。それでも聞いてる人がいいとか、まあ、そりゃそうなんだけど、うん、キョンシー知ってた、我々キョンシー世代じゃん。まあね、まあ、そうね、有言同士ね。アマトワのみんなキョンシー知ってる？あ、そうね、確かにそれ結構実用かもしれない。いるかな、うん、キョンシー可愛いよね、うん、キョンシーはあの、やべえなと思ったらこうやって鼻つまで息止めたんですよ。あ、そうそうそう、そうすると見えなくなるから、キョンシーがね、そうそう、ババ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 ペッてこうやってあのお札を、無駄な動きをしてパパパパ、知らない人もいますね。懐かしいな。霊言同士、霊言同士、霊言同士だ、有言同士だ、霊言同士だ。懐かしい、てん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 、スイカ頭。あ、懐かしい、スイカ頭、懐かしい。懐かしいわ、いたな、スイカ頭。スイカ頭って今思い出すと、うん、トンチキな、やばいよね、今そのあだ名つけたら結構コンプラ的にやばいよね。おい、スイカ頭。やばいな、本当に。でもスイカ頭もこういう目からしてんだよね。してるしてる、してるしてる、なんかプニュッとしててね、かわいらしい。そう、小太りなね、憎めないやつなんですよ。そう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 、あれだよ、多分ジャッキーチェンとかの映画で言うとサモハンキンポ。あ、そう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 、そういえば、霊言同士の所長の声を内海さんがやってらっしゃいましたね。あー、マジか。そう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 、それを聞くとなおさら見たくなるな。そう、やっぱ内海さんの映画見た後だから、やっぱちょっとホットだからさ。そう、あのアマプラで見れますよ。あ、マジか、それ絶対見ようかな、この前懐かしくなくて見てたら、うん、あっ、内海さんの声がすると思って。すぐ分かるからね、会長の声はね。コメディやってる内海さんいいっすよね、大好き、超面白いね。え、やっぱ芸達者の人がやるコメディが最高なんよ。そう、銀英伝とか北斗の拳行くと激渋の内海さん聞けますけど、コメディやってる時の内海さん素敵なんですよ ね。アニメでいうとだからせんべいさんとかね、ドクタースランプあるじゃん、せんべいとか、やっぱいいよね、表情豊かだしね。そう、いや昔の外画見て、みんな、いや見てほしいわ、昨日ど深夜に不意に OVA のヘルシング見てた俺が通るよ。みんなわかんのかな、わかんないかな、わかんねえだろうな。この前トワルの放送でエイメンって言ったらシン。じゃあここでも多分シーンとなるよ。じゃあまだいけるかな、もうちょっといきましょう、はい、いけるんだ。月名優里さんからいただきました、ありがとうございます。よいしょ。ちゃんゆうはるちゃん、ちゃんたく、かっこ想像、こんばんは。ちゃんたくは初めて。皆さんに相談したいためメールを送らせていただきました。相談、年末に沖縄へ帰省のためにお酒のお土産を買って持って帰りたいのですが、お酒があまり強くなくアルコール度数 10% 前後しか飲めない私はどれが美味しいのか全く分かりません。はいはい、
お酒好きに最高のお酒を持って帰りたいのですが、うん、チャラオケ館で毎回たくさん飲んでいる店長やお酒番組を配信しているゲストのちゃんたくにも教えていただきたいです。ワイン、日本酒、ハイボールなど何でも種類は構いません。できたら東京近辺でしか買えないものだとありがたいです。よろしくお願いします。逆にその東京近辺でしか買えない酒っていうのが難しい。まあ、手近に言うと、私と伊藤静香さんが、CM をやらせて、PV をやらせてる、あのサントリーさんのバーポームもいいですよ。それあれだ、あの1個俺家にあるよ。あの事務所にね、そうたくさん送っていただいたんです、会社さんから。おいら酒好きだから持って帰ったよ。で、ありがとうございます。アルコールもね、2%、4%、6%、そんな刻んでんの？刻んでて、一番低い 2% が確か、桃と紅茶だったかな。うまそう。で、4% がレモンと蜂蜜、で、6% がブドウとカシス。おお。この前飲んだんですけどね、これ美味しい。うまそう。いい感じにね、それこそポーっとするんですよ。はー。いい感じに。ありがとう、みんな。みんな買ってるって。どうもありがとう。すごくあのお酒苦手な方も、特にあの桃と紅茶なんかはもうまるでジュースのように飲めてしまう。俺が持って帰ったの何パーだろう。ちょっと家帰ったら確認してみる。ぜひぜひお召し上がりください、ね、ポム。俺はね、いろいろ飲むんだけど、結局東京でしか買えなくはないんだけど、あのね、ウイスキーの富士っていうのが今好き。富士あんまりね、居酒屋さんとか、居酒屋さんじゃない、酒屋さんとかでも売ってないんだけど、結構通販とかで買うことが結構主流だけど、それはうまい。めちゃくちゃうまい。そう、説明できないんだけど、うまい。じゃあちょっとこれ、ぜひ試していただいて。ウイスキーの中だったら、ハイボールで飲むんだったら一番それが好き。なるほど、いいですね。飲んでみてよ。ぜひね、月菜さん以外のちょっとお酒はっていう方もお試しだす、これね、飲んでください、ありがとうございます。さあ、どうする、まだ行くかい。はい、もうちょっと。いえいえ、25分ぐらいまでいいんじゃないですか。承知承知、わかりました。何がいいか。おお、これはね、1個ぐらい残油が選んだらいいんじゃない。そうだね、残油の分もあるからね。じゃあ、どうぞ。お、おぶね、どれにしようかな。皆さん、コメントありがとうございます。どれにしよう。じゃあこれいきましょうか。まあいいや、好きなゆりって読んだか。 今読みましたね。読んだか、はい、でもまた違う質問だな、これ、はい。たくちゃん、ファルちゃん、ゆうさん、こんばんは。こんばんは。姉妹店のリレー営業、とても楽しみにしていました。やったね。早速質問なのですが、タクニーとユウさんが初めて出会った時のお互いの第一印象を覚えておりますか。覚えてるかな。またタクニーの出身が宮城県、ユウさんの出身が神奈川県ということで、お互いの故郷のイメージを教えてくださいというお便りでございます。いつ会ったの俺ら。いつですかね。もう覚えてないよね。20代の頃だと思うんですけど、何で初めて会ったか本当劇的に覚えてないけど、でも多分あれじゃない、新年会とかじゃない。新年会もしくは外画。外画か。そっか、たくちゃんも外画多かったんだね。最初デビュー当時外画多かったんで。はあ、じゃあそこで会ってたかもしれないけど、ジークアンドルーサー第一印象もないっていうことだね。いや、勝手に僕は後輩というか視聴者として、なんかもう、キャスパーの、やってたやってた、この人だって思ってて、あのプロフィール拝見した時に、はいはいはい、見たことあるぞみたいなことがあって、もうずっとやってる人なんだっていう認識で、事務所とかその現場で、お会いして、認識したって感じはあります。はあ、そういうことか。そこか。多分スクモ組む前だと思うんですけど、うちの事務所のデスクさんが、なんか知り合い集めてちょっとパーティーかなんかしたことがあって。はい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 、はい、それで歌ってたんですよ、ゆうさん。あれじゃない、きりたんぽ鍋パーティー。それめっちゃ歌うまいからこの子っつって、歌ってらして、何この人と思って。じゃあもしかしたらそこが固まって話させてもらったら初めての日かな。かもしれないです。なんでデビューしてないんですかってその時すげえ思った。
やってた、歌ってた、歌ってた。それこそもうほんと十数年前ですよ、うんうんうん、15年かそこらかな。もう幻とかしてるような歌を歌ってましたもん。だってスクリーモードでデビューしてから自分の歌なんて歌う機会ないからさ、あの時に自分で作ってた曲とか、なんか友達でギター弾いて弾ける人なんか連れて行ってた行ってた。そう、生ライブ聴かせてもらって、うん、すげーと思ってっていうね、あの記憶がね、ずっと残ってますね。はい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 。いやー、でもなんかもうどうする？25分？まあ、じゃあこの辺ですかね。その辺か。うん。うん。じゃあ終了？うん。おい。はいはい。ということで、はい、はい、ちょっと読んでみようでした。ありがとうございました。はいはいはい。はい。はい、というわけで、ちょっとやってみて前半パート終了の時間です。なんか刺さり方変わってない、終了の時間です。めちゃくちゃ変わってない、後半パートは店舗会員限定で、お届けいたします。まだ会員登録が忘れてない方、登録お願いします。ちなみに会員登録してもらうと、ちょっとやってみての後半パートがご覧いただけます。内容が入ってこない。シルバープランの方だけがご覧になれる動画があるそうです。ですよ、ファルゾー補足を。はい、ですね、毎月20日に動画がアップされますので、どっちも20日の21時に新しいものが更新されますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。はい、会員限定パートではトロンボーンチャンピオンというゲームで遊んでいこうと思います。ダミーヘッドのシュガーちゃんに甘いセリフも言ってみちゃったりします、うん、ダミーヘッドを体験したことない人いないと思いますけど、うん、試しに、チャンユー先輩にささやいていただきたいと思います、うん、いいよ。じゃあイヤホンかヘッドホンをご用意ください。言っていいのかい。お願いします。うん、いたずらしていいかな。怪しい。39歳のリアルみたいな気がしました。これが39歳の現状だ。生朗読もやります。ソーシャルディスタンスを保ちつつダミヘを使って2人で朗読したいと思います。私からのお知らせですが、来週ですね、もう来週末です。三重県四日市の方で、フォアレーゼン声優朗読員フォアレーゼンございまして、パクロミさんと畑中タスク君と一緒に、3人でお邪魔しますんで。すげえメンツだな。僕パクさん、あの初対面なんです。やばいな。でこの前とあるちょっと仕事があって、ご挨拶だけさせていただいたんですけど、ご一緒させていただきますということで、はいはいはい、ご挨拶だけしたんですが非常に楽しみでございますので、うん、すごいわ。よろしくお願いいたします。はい、先輩いかがですか。僕はですね、10月30日に僕も朗読劇なんですけども、生命というタイトルで、ね、舞台に立たせていただきます。まあ、それこそ姉妹店の笠間くんと一緒に掛け合いしたりとか、うん、なるほど。あとはラブライブとかもやっていた、久保ゆりかちゃんとか、結構豪華メンツでやらせていただく朗読劇が30日にありますのと、31日にあれです、リベンジャーズのハロウィン特番があります。あ、そうなんですね。はい、ハロウィン特番でもおそらく仮装するであろうことなので、ウォーリー以外の仮装が見たい方も見てください。はい、よろしく。どうしよう、そこでもみんなウォーリーだろ。ウォーリーなんて最近やらないでしょとか言って、ね、まさかの被せていく、懐かしいでしょとか言って。じゃあファルドナイガー、ここしは、はい、ですね、この後おまけ動画を撮る予定なんですが、はい、今日はですね、無理くりお二人スケジュールいただいて、2番組営業させていただきますので、おまけは1個取って、うん、それをおのおのの、ページに載せるという形にさせていただきますので、ね、はい、ご了承ください。はい、はい、ダミーヘを読みたいと思います。はい、ページを読みたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よいしょ。で次回の放送日珍しく決まってます。お、次回11月の30日ですね。はい、おで、ゲストはまだなんですけど、僕だけ捕まってて、うん、12月ももう決まってるんでしょ。すごいですか。ね、12月の27です。年の瀬。年の瀬だね。仕事納めになるかもしれない。今年は寄り合いできねえかな。今年は
もうこの前みてえな寄り合いできねえかな、ちょっとまだきついかな、どうかね、なんでまあちょっと何かしらとりあえず年の瀬なんで考えたいと思いますが、そうね、ひとまず11月の30日でございますんで、ゲストさんその他もろもろ決まりましたらまたご連絡差し上げます、よろしくお願いいたします。ここで姉妹店のお知らせですよ。今画面にも出ておりますが、姉妹店もこのお店同様に前半は誰でもご覧になりますのでね、気になるお店ありましたらぜひともご覧ください。ファルゾーニチャンネルという YouTube チャンネルもありますので、ぜひこちらもチャンネル登録お願いいたします。それではまたすぐ店舗会員限定で再開いたしますのでね、しばしお待ちくださいませ、ここまでのお相手は佐藤拓也とゲストの林優でした。はい、ありがとうございます。それではまた後ほどでございます。